ああ読み上げかろうじてか。手を振ってそれどころじゃないよ。お別れです。でこんなもんじゃないんで、この後まだあるんで、まだ乗り込んでますね。私の声聞こえますかね。乗っちゃった。こんにちは、ピンキーちゃんいらっしゃいませ。どこの東京都内移動です。単なるただの都内移動。画面タッチが効かなくなった。またいろいろ、あ、大丈夫ですかね。よし、私今この列の中でヘルメットかぶってやってますよ。海に飛び込んで、あ、知ってます。少なくともツアーで行く場所を除けば堪能したはず。まあでものんびりしましたよ今日は特に。知ってる、朝ごはんですね。そりゃ達者で東京着くのはですね、今14時に出港して15時半ぐらいに着きます。明日のウミガメ食べました。意外と美味しくてびっくりした。乗ってる人こんにちは、元気です。リフレッシュしました。無理しなかったしな。今日午前中だけ海のツアーに行こうかどうかとかちょっと考えたけど、いや流されたらいかんと思って。最終人、まあそうですね、昨日もそこそこ荒れましたからね街中。だいたい観光客の人はツアーに行ってることが多いと思います。ツアーの島だから。1時間早く、21時間半じゃなかったかな。お土産一応買った。1日かかります。仕事金曜です。はい、感動的になると思いますよ。多分多いですね。てか島民の何分の1ぐらい来てるんだろうこれ。船酔いも飲んだで、別の種類の船酔いも船内で買おうと思ってる。だけどすでになんか気分的に精神的に酔ってる気がするんだけど。2頭2頭。明日の夜はスライドショー配信できるかな。もう精神的に負けてる感じですよ。キノコハンバーグリベンジしないから別に。女性客、ホテルの予約、なんで女性客ってわかるんだ。女性部屋とかが埋まってるってことか。ゲームセンターは、ゲームセンターはあれあったっけ、ないかな。酔う前にメンタル、お酒買ってない。そうか、お酒飲んで寝てしまうと言ってもあったな。湯入れない、風がちょっとあるんで入れるんじゃないかとは聞いてますね。ただし追い風だから向かい風よりマシだって言ってました。ナンパして、ナンパしないと縁起悪いのか。次は母島ですね。行ってらっしゃい、どこに書いてある。まあまた来ますね。ただ本当に来るタイミングは取りづらいんですよね。夏休みだと繁忙期に当たるからちょっと、またに、あれか、自転車屋さんは見てないな。レンタサイクルしか見てない。なまってるのあまり聞いてないな。出港したらどんぐらいだっけ。東京湾よりも早く終わる、電波終わるんじゃないかな。いやだってほら2階だし、でかすぎて目に入らないっていう。10日休めりゃいいんだけどな。10日じゃなくて12日必要ですね。リユースみたいですね。老後はレンタサイクルやりたいかっていうと別に彼なんて今までで、島旅行で一番良かったかっていうと、そこまでなんかものすごい大イベントはなかったですけどね。写真を頑張ってはいるんですが、
御蔵島の近くじゃないですかね。飛行機、飛行艇になるな。私は、うん。2時に出航。地形山ばっかりですね。今度はそうですね。でも今日昼たらふく食ったからな。今日の夜ぐらい食えなくても大丈夫だ。 US2 は何なんだろうな。どういうやつだ。何度も何度も US2 って文字列が出てくるけど、コメントに。いつから了解。さあ、まあ一日ブランク、あのブランクじゃねえや、一日休みがもう一日あるし。あ、揺れ始めた。竹芝はちょっと考えてるな。短距離飛行艇のことか。飛行艇が US2 なのか。またです。25時間半なってますね。こんにちは。この後またあるはずなんで。太鼓がある。かわいそう。ボってなんだ。五人のボか。月はそうですね。全員まで行かないけど、かなりの数来てると思う。島民2000人だから、10分の1は少なくとも来てるよな。今年の頑張れとか子供が言ってるみたいだけど、頑張らないとやばいような状況なのか。追いかけてくる人が何のことかな。ネットが、うん、あと1分以内か。いや、そっちは頑張らない。1週間いたと思いますよ。うん、おお。お前も。家族で。ユースはどこだ。あ、ユース端っこだ。またユース、ま、そうか、乗るときと同じところか。ダメだ。あそこの左端にユースの人がいるんだけど。みんな降ってる。連れ物あったらもうアウト。今のは誰だ。ダメだ、ユースは前の方だったんだ。本音と。その人たちがダッシュでなんか向こうに走っていった。
こんなお詐欺です。あ、すいません。あそこもなんかえらくユニゾンしてる人たちがいるな。この辺りの人たちがなんか揃ってる。アナウンスが聞こえないな。ソユース。ああ、で、今日平日、水曜だよな。あ、いや火曜か。ユースの人たちは。大丈夫だろう。リスコさん、来た。来た来た。どれだろうな。じゃあの、あんなにいんのか。あ、なんか落ちた。あ、飛び込んだ。あ、また飛び込んだ。ここのはですね、すごいっすよ。見物が。あの、青灯台、通称青灯というところから子供たちが飛び込みましたね、今。さんでやったんだこれ。すごい。フェリー Wi-Fi はないです。おお、本当に外海まで来るのかこれ。ユースの人がいるのかもしれないけど、あ、いや多分こっち側だけなんだろうと思うけどな。そう、燃料が確かそうですよね。おお、船のあれ、あんなところによく立てるな。結構スピード出てると思いますよ。はい、あれ違うか、あれじゃないか、もう一つ別のところの東京まで。いやいやいや、なんか流し始めた。
黄色いハンカチだ、あれタオルか。あ、やりやがった。見えた見えた。やりやがった。まだかな。本日ご乗車いただきまして誠に、まだまだ来るのか。ここで京都高等授業をご参加になりました。また結構もう外見に来てるんですけどね。うわ、逆立ちてる。あー、取り損ねた。船の上で今逆立ちたよ。どうぞ一回転お持ちの上、指示的に中央の上から入り口を回収ですよね。いや、冬でもできるらしいよ。2月にもやったって言ってたし。いや、絶対好きでやってんだろ、これ。島右手。サカダシ見えた？私がダイブしたら大迷惑だからな。見送りです。まだ来るのか。深さは、あ、もちろん大人参加。結構向こうの方まで散らばって走るんだな。あ、あ、やる気だ。 H、 波しびきすげー。離れてサメとかいてもおかしくないんじゃなかったっけ。うわー、あー、イルカの。うわー、結構波あるな。うわー、誰か今落ちてないか。結構運転も気合い入ってるな。怖え。あ、やる。の。やった。やった。島からこんだけ離れてるんですよ。もう大丈夫じゃない人も何人かはいたんじゃないのかな、過去に。いやいや、冗談じゃない。あ、そろそろ。まだ配信いてますよね。救命具だいたいつけないみたいですね。あの、なんか見えでつけない人が多いらしいです。この船はあのみんなジャケットつけてますね。めちゃくちゃ揺れてるな。まだ2隻残ってますね。スピード上げた。いや、どうだろう、みんなこっち見てるからこっちだけでしょ。
同時にやられたら。これなんかタダで乗せてくれるって言ってたな、ニュースの人たちは。ありがとうね。ありがとう。そう、三重で今回も、まあ、おお。行ってきます。いつからの伝統なんだろうな、これ。二十何年前から少なくともやってたって言ってたな。そう、あ、この人たちはあの飛び込みなしだ。よく乗ってられるな。ルーパーありがとうございました。ミラクルフォーニカありがとうございました。ありがとう。いや、落ちた人いるだろう、何か。人口が、あれはもしかして違うのか。いや、でもここにこの速度で来てるってことは、海の色がすごくなってきた。コバルトブルーだ。なんかパラパラ降ってるな。うわ、鳥で来るんだ。あ、岡谷だ。ナイトツアーに行ったとこだ。あれ、運転してんの、あの受付やってたおじいさんか。このマークで多分海の色がめちゃくちゃ綺麗。こっちはそんなに揺れてないんですけどね。お客様のお呼び出しを申し上げます。先ほど私どもは、ダンスボードをお受けになりました。宮本様。宮本様。恐れてます。神社でお呼びくださいませ。うわ。運転してんの、あのおじいさんに見える。運転したから手振ってる。あ、修理了解です。まあこの枠までですね。このお見送りを見せたかったんで。どこまで先に行ってしまうよそうな。お。おー、スピーカー使って行ってきます。ごゆっくり。はい、ごゆっくり帰ります。うん、あ、またちょっと色変わったな。こんな島見たことないですね、確かに。初めて見た。いや、乗りようですね。時間、25時間。よかったですね。ぴったり。あと3分か。15
10日間だったらそうですね寝ないと寝ないと満点さすがに100点というわけにはいかんけど、とりあえず父島の細かいところも結構網羅したんで個人的には嬉しかったですね。マリンリージャー全くやってないけどな。帰りも雑魚部屋です。雑魚寝部屋です。あ、結構パラパラ雨降ってるから白くなってきてますね。北海道から元気がですね。明日ちょっとまあ配信するかどうかは、まあでも天気は明日曇り、あの都心は曇りみたいだから大丈夫かな。そう、まああの酔ったりしてなければと言いながら、もうすでになんかちょっと頭の中がねじれてきてる感じがします。あれが20時間クロスギザで、いや内地の方が目立つから頭の中がひねられるイメージ。天気がちょっといまいちだったのが残念だったな。でも今日もいろいろ、今日もいろいろありましたけどね。魚見て、亀見て、魚食べて、亀食べて、いやこの一枠でもう終わりにします。ちょうどいいんで。おいしい、あーうん酔いでも飲みました。どのぐらい見せられたかな。ありがとうございます。まだ電波あるっていうか、もう電波なくなるんですか。この先私はネットもう使えなくなるんですか。アップルパイも食べた。来週はもちろん、もちろん当たり前じゃないですか。あと1分、お疲れ様です。あー、さてどうしとくかな、この後酔い止めが、まあつい先飲んだからな。お疲れ様です。まだなんか一石ついてくんだけど、あれは何だろう。うん、気をつけて。まあ船内、あ、了解です。あ、いや電波なくなったらダメだな。お疲れ様でした。お疲れ様です。おつ、ああ、人はユースで一緒だった人だ。お疲れ様でした。うん、また明日体力が残ってりゃ自宅まで走るかもしれない。まあでも特にこだわってないんで。それじゃあまた、お疲れ様でした。うん、お疲れ様でした。